恋は盲目という言葉があるように、人は恋をした相手のことなら多少の欠点は見えなくなってしまいがちだ。しかし今回のイッチは、彼女のある欠点がどうしても見逃せないらしい。それが匂いである。可愛くて大好きな女性なのに、その匂いのせいで頭を悩ませるイッチ。なぜか2時半というど深夜にすれ立てをした驚きの理由も含めて紹介していこう。こんなもんなのか。付き合ってしばらく経つが最近ひどい。ワイのポチャ女と交換してや。ポチャワイヤや。気を使わなくなったんかな。なんか定期的に萎えるわ。ワイの彼女はサラサラロングヘアーがええ匂いやで。ええな。髪も綺麗なんやけどな。見た目で選ぶからや。次は匂いで選ぶんやで。初めて会って匂い嗅がせてもらうんか。口臭は破壊が悪いかもしれん。検査してもらい。歯磨きさせや。ちゃんとしてるみたいやで。習い気が臭いって教えてあげろ。それが優しさや。わい嫌われんか。正直周りの友達にも思われてそうなんやけどな。病気かもしれんで心配やって言えばええやろ。なるほどええな。言ってみた方がええか。見た目も可愛くないことにも早く気づくでし。桐谷美玲みたいで可愛いんや。ほんまやぞ。痩せすぎのやつて臭いイメージ。桐谷美玲に似てるって言ったが痩せてもいるわ。それかもしれんか。痩せてる女って大抵胃が悪いから口臭ある率が高い気がする。痩せてるとか胃が悪いとかのケースはあんまりないわよ。8割方口のケア不足が原因。 Y の足替えでから彼女に会えや。 Y に匂うかどうか判定させろ。ダメや。本当に可愛いんや。でも匂いが。桐谷美玲にの超可愛い彼女を持つというなんとも羨ましい一致。しかしその匂いには真剣に悩んでいるようである。スレミンたちも真剣にアドバイスをし始める。フロスを勧めるんや。ブロスってなんや。フロスや糸用事、薬局で売っとる。口臭いのは大抵食べかすのつまりや。フロス知らん。イッチも臭そう。臭いってどんな匂いなんや。口はドブみたいな、よくいる感じの口臭で、足も普通の運動した時のツーンとした匂いや。ドブ臭いのは虫歯やろ。虫歯なくてもフロスと歌詞館ブラシ一切せんかったらドブ臭いわよ。初めてフロスした時の匂いに驚いたわ。今は定期的にしてるから大丈夫やけど。ドブって虫歯あるやろそれ。酸っぱい匂いなら胃が悪い。歯は白くて綺麗や。多分したやろな。毎日下に歯磨き塗ったぐって5分放置して流せばええ匂いになるで。歯じゃなくて下磨きしてみーや。アトモンダミンみたいなやつ。ガチで細かいとこまで歯磨きして、歯茎とか下とかほっぺたの内側とか全部磨いた後、コンクールで2分ぐらいうがいしたら朝起きても磨いた後ぐらい寝ばつきなかったわ。まあコンクールがすごいんやけど。口はいつも臭いんか。会話中でも。基本的に気になるがたまにヤバい日がある。暑いから水分不足とちゃうか。ちゃんと飲み物飲ませるんやで。水飲ませれば。案外口臭って水飲まないのが原因だったりするぞ。臭いのはほんま可愛くてもきついよな。かわいそう。口臭に関しては口の中をきれいに保つこと、水分をたくさん取ることなどのアドバイスがスレミンたちから集まってきた。特にフロスや歯間ブラシを使用してとにかく歯垢をなくすことが重要らしい。口臭って案外遺伝的な要素多いからな。自分の体臭って気づきにくいらしいじゃねえか。お前も彼女を自分の身と思えるくらい愛せ。見た目も中身も本当好きなんや。ただ匂いが気になって本当萎えることが多くて不愛想になったりして申し訳なくなる。ワイのよっぺも寝起きとか口臭いで。寝起きはほんまあかん。ワイもやが。彼女結構ストレスも溜まってるからそれもあかんのかもしれん。ワイの彼女歯科衛生士やけど口臭いで。童貞だから美女の口臭とかご褒美やんけって思ってたけど、やっぱりあるだときついか。どんな美人で性格良くて自分の理想の女でも萎えるで。これは断言できる。口臭だけはほんま無理。マジで千年の恋も覚める。あと口呼吸してるやつは口臭やばい率も高い。それでもドブの匂いはせんけど、唾液が少ないとかもあるかもな。スレミンたちの中でも、美人でも匂いがきついと無理という意見が多いようだ。嫌な匂いはどうしても嫌悪感を抱くものなので、やはり我慢が難しいのだろう。そう思うとイッチのことが一層不憫になってしまう。そして、なぜこんな深夜にイッチがすれ立てをしたのかというと。ちなみに隣で寝てたんだが、彼女の口の匂いで我慢できなくて目が覚めて今に至ってる。現在進行形かよ。草。スレ見せたれや。重症やんけ。草。匂いのあまり目が覚めるレベルなのはちょっと想像できんわ。
いや、ふと起きたらとんでもない匂いがして寝れなくなった。なんと彼女の隣で寝ていたものの、口臭のせいでベッドに戻れなくなってしまったらしい。これは想像以上に深刻な問題なのかもしれない。本当に泣ける。 Y はこんなしょうもない匂いで彼女のこと嫌いになりたくないのに、ムカついて不愛想になったりイライラしてしまう。ちゃんと向き合わなあかんか。匂いは感情関係なく生理的なものやし、しゃあない。デンタルリンスで解決やろ。足は知らん。口臭いのは無理やな。喫煙とコーヒーやない？ゆかはコーヒー大好きなんや。それもあるかもしれん。名前ざらしてて草。名前忘れてくれ。本当深刻すぎて名前出してしまった。忘れてくれ。うっかり彼女の名前をさらしてしまう。一致普通ではありえないミスだが、本当に真剣に悩んでいるがゆえの失敗なのだろう。カフェイン中毒かよ。やれてんだろうな。カフェインってそんなあかんのか。アトリキムやからストレスがやばいんや。喫煙するだけ、コーヒーだけならまだなんとかなる。だがミックスはあかん。コーヒー自体くっさいし、コーヒーでやられてたらさらにくっさいで。コーヒー飲みまくってたらしょっちゅう外歯磨きせんとすぐ臭なるぞ。あと飲みすぎて胃が荒れてる可能性もある。床に口が溝になってるからコーヒー飲むな言うとけ。コーヒー飲んで落ち着いてると壊るからむずいな。あと床って言わないでくれねんす。コーヒーが口臭の原因になるのは口が乾くからや。雑菌が増殖してえらいことになる。一致の彼女が好んで飲むコーヒーは口臭に大きく関わるようだ。確かにコーヒーが好きでケアに気を使わない人の口臭はなかなか強烈なものがある。そして話題は床のもう一つの問題へ。足臭いのはどうやって気づいたんや。匂いでも嗅いだんか。部屋とかにいると割と感じるんや。足臭いのはブーツとか履いてるからやないの？口臭いのは歯医者行かせた方がええな。バイも足臭いんやがどうしたらええんや。足臭予防用の石鹸で洗ってるけど長時間靴履いてるともうダメや。しゃあないからいつも予備の靴下持ち歩いてるけどどうにかしたい。足に関しては履くものすべて一掃して重曹足湯すれば確実に匂いはなくなる。ただ一致が彼女にそこまでさせられるか。足は臭い率高いよな。あの臭さ何なんだろう。汗とかそんなレベルじゃないし、本当うんこの匂いする。ストッキングとヒール履いて仕事してると臭い。仕事でヒールみたいなの常に履いてるからかもしれんわ。足の匂いなんかすぐ直せるで。タイツ履かせない、薬塗らせるとかしたらええやろ。床の口臭が治ったとしても足の匂いだけはどうしようもないで。これからずっと一緒におるとしても足の匂いするたびに血は床の足臭の匂いでイライラ過ごすことになるんやで。我慢せんとだな。蚊に刺されやすい人は足臭い病や。これはガチやな。外歩いてるとめちゃくちゃ蚊に刺される子がブーツ脱いだ後めちゃくちゃ臭くて吐きそうになったわ。蚊に刺されるやつの足は菌うじゃうじゃおるらしいな。除菌シートでだいぶ刺されなくなるらしい。ちなみにデマらしい。足の匂いは重曹溶かした足湯でだいぶ改善されるで。排水口の扱いレベルで草。可愛くても我慢できんか。口臭はあかんわ。足はいいんだけど。女性の仕事スタイルとしては定番のストッキングとヒールの組み合わせが、特に汗をかく夏場には雑菌の温床となりやすく、匂いを発生させてしまっているのかもしれない。ただ、一致としては足に関しては口ほどは気になっていない様子。重曹足湯で少しでも改善されたら、足臭問題については解決と言えるだろう。付き合う前は一周期にならなかったの？せやでここ最近やな。ストレスやんそれ。まあ付き合う前はそこまでかを近づける機会なかっただけかもしれんが。それほんまに病院連れてった方がええで。以前はそんなことなかったのに、ここ最近で匂いが気になり始めたという一致。歯周病や胃の状態など、健康のためにも匂いのことを彼女に指摘すべきという意見が多くなる。ドブ臭はガチで歯医者で吐かないかで見てもらった方がええで。ニンニクでも食ったんかって指摘してみてや。注意したれや。それで関係悪くなるくらいならそういうもんや。歯医者連れてけ。言ってやらんといつまで経っても治らんぞ。優しさか。彼女に君のことが本当に好きだから言うってことを確実に伝えた上で、匂いが気になるって言ってやれ。指摘してくれる人がいないとその子は一生くさくさ女のままなんやぞ。せやな、ちゃんと向き合うわ。女に口臭いでっていうのなかなか辛いで。辛いだろうな。だがこのままなら別れる未来しかない。女からしたら大衆で嫌われるとか最大のショックやろうしな。別れたくないんも。なんかここら辺ドブの匂いしない。
って言えば伝わるやろ。見えない奥歯や親知らずが虫歯や歯周病になっているかもしれん。歯石も溜まっているかも。定期検診として歯科でクリーニングしてもらった方がいい。分かった、言ってみるわ。彼女のためやな。臭いことより歯医者に行くことをそれとなく勧めるんや。そういう気遣いが持てるコツやで。ちなみに Y は童貞や。彼女のことや今後のことを思うなら指摘してあげた方がいいのは間違いない。しかしやはり匂いに関することはデリケートな問題なのでなかなか言い出しづらいだろう。それでも一致は彼女にそれとなく伝えることを決意したようだ。髪とか化粧とかボディケアはしっかりしてるのになんで口と足は匂うんやろうな。本当謎や。もうそれいの方がやばいんじゃない？口臭やなくていいがかんのやと思うで。匂いの拒絶は本能での拒絶やで。いやいや、めっちゃ好きなんや。舌磨かないやつが臭いのはマジやで。こういうのもちゃんと教えりゃいいのにな。俺は自分が臭くないか心配。自分でに応援し。26で別れたりなんかしたら申し訳ないやろう。てか別れたくないわ。匂いなんか気にせずやっていきたいんだが本当難しいわ。便器でも口臭くなるで。すれたてから約1時間、さすがにベッドに戻ろうかと考えるイッチ。そろそろベッドに戻るか別の部屋で寝てたら怒るやろうし、本当どうしよう。どれだけ自分に嘘つこうが床は無意識に口臭の匂いを部屋に充満させるやろうし、足からも足草の床の匂いを放つやろうし、イッチは集中できずに睡眠も取られへんのやで。一度ベッドから突き落とした方がええで。異臭がしたから避難させたとかなんとか言って。鬼すぎて草。でも普段は口臭せんくても深夜とかになって歯磨きしてなかったらお互い口臭くなるやん。たまに昼過ぎまでダラダラしてて口臭い時はイラつくよな。グーわかる。起きたらすぐ磨き行くのがマナーや。磨かなくてもうがいだけでええわ。寝起きの口臭の原因って口の乾きやろ。口臭でなえるのはしゃあない。 Y も元カノが膝の上で寝転がって甘えてきてこっち向きながら喋った時口の臭さになえて別れる原因の一つになった。まあでもデートしてたら可愛いから許せるんやけどな。しゃあないわ。改善しながら受け入れていくで。普段可愛くても揉めた時、なんやこいつ口臭いくせにとか思い始めたら末期やで。何しててもこいつ口臭いくせに何言ってんねんしか思い浮かばなくなる。ほんまこれやな。自身の生活もままならないようなデメリット抱えた彼女いつかそうなってまう。確かにそれが怖いわ。どうしよう。進行すると飯屋行ってもこいつ口臭いくせによう、こんなもん食えるなと思ったり、服屋行った時にこいつ口臭いくせによう、おしゃれできるなって思ってしまうようになるで。そんなことまで考えるようになってしまうのか。口臭って自分で気づかんから怖いわ。前も臭くないか聞いて臭くない言われても歯磨きとリステリンするわ。ベッドの近くまで行って顔見たけどやっぱり可愛いわ。でも近く行ったらやっぱり何回臭がしてなえてま。彼女口呼吸してへんか。口呼吸民は 100% 口臭い。匂いはガチで遺伝的相性に関係しとるから大事や。見た目よりいい匂いするやつと子供作った方が優秀な子が生まれる。ベッドに戻るわ。意見くれたやつさん。夏 Y の彼女めっちゃ魚の匂いっていうか生臭いんやけど、これなんなん？半魚人なんやろ。新鮮なだけやで。こういうスレ見ると彼女いらんなって思うわ。こうして床のいるベッドに戻っていったイッチ。果たしてぐっすり眠ることはできたのだろうか。匂いの件を指摘して平和に暮らしていることを祈るばかりである。スメルハラスメントという言葉があるように、匂いが与える影響は深刻ながらも指摘するのが難しいデリケートな問題である。とにかく自分の身をできる限り清潔に保つことを心がけることが大切だ。